総理、よろしくお願いいたします。よろしくどうぞお願いします。新型コロナウイルスの1日の感染者数が昨日1日で2000人を超え、過去最多を更新しました。政府としてこの現状をどう捉え、どう対応していくのでしょうか。新型コロナの感染状況でありますけれども、昨日は全国で2000人を超え、過去最多となるなど、最大限の警戒状況にある、このように認識しております。政府としては、地方公共団体が行う営業時間の短縮要請、この支援を決定をするとともに、GoTo については、原則4人以下で飲食をすること、こうしたことを知事に検討することをお願いをいたしました。また、昨日、西村大臣、田村大臣から感染状況についての報告を受けた上で、感染拡大地域の高齢者施設などで集中的に検査を徹底するとともに、本日、明日と行われます専門家会議、その議論を踏まえた上で、さらに効果的な対策を講じるように、昨日指示いたしました。国民の皆さんには、改めてマスクの着用、3密の回避、こうした基本的な感染対策を徹底してお願いをしたいと思います。さらに特に専門家からは、飲食を通じた感染のリスクが指摘されており、飲食の際でも会話の時にはマスクを着用する、こうしたことが指示を言われています。ぜひ皆さん、静かなマスク会食、これをぜひお願いをしたい、このように思います。私も今日から徹底をしたいと思います。ありがとうございました。総理、GoTo トラベルの見直しはしないんでしょうか。